アーノルド・シュワルツェネッガーのサインと手形、足形が刻まれた、グローマンズ・チャイニーズ・シアターのブロックタイル。サインの下にアイル・ビー・バックの文字が刻まれている。アイル・ビー・バックは、俳優のアーノルド・シュワルツェネッガーが映画で演じる、数多くの人物が発するセリフである。日本語訳は翻訳者により若干異なる。マイコミジャーナルの、つい口に出してしまう映画の名ゼリフでは、第1位。 アメリカンフィルムインスティチュートのアメリカ映画の名セリフベスト100では37位に一致する。この言葉に対し戻ってきた際に発せられるセリフとしてアイアイムバックが存在する。このセリフもシュワルツェネッガーの出演する映画では多く用いられている。このセリフが初めて登場した作品はターミネーターでありシュワルツェネッガーの演じた。 t-800 が警察署窓口で発するものである。シュワルツェネッガーは当初、アイルビーバックというセリフが砕けていて、女性的だと嫌い、監督のジェームス・キャメロンに何度も、アイルビーバックの方が、機械的で、自身のドイツ語訛りを活かせるとして、変更を求めたが、僕は君に演技指導をしないから、君は脚本に口出ししないでくれと強行に突っぱねられ、聞き入れられなかった。 なお、初期の脚本におけるセリフは、アイルカムバックであり、同年に発売された、ノベライズ作品も、アイルカムバックのままになっている。次年に公開された、コマンドーでも、主人公として演じたジョン・メートリックスが、宿敵のベネットに対して発する。ターミネーター2では、第1作目へのオマージュも含め、コナー親子とのサイバーダイ員舎での破壊活動後、警察に、 包囲されている状況で発する。ラストアクションヒーローでは、主人公であり、映画の中の人物、ジャック・スレーターを演じた際に発し、現実世界の少年ダニー・マディガンに、あんたの名詞のようなもの、みんながそれを言うのを待っていると言われるシーンがある。なお、アイル・ビーバックは、形を変えて使われることもある。例えば、シックス・デイでは、アイ・マイト・ビーバック、ターミネーター3では、 シールビーバックとなっている。ラストアクションヒーローで返されるセリフのように、アイルビーバックとアイアイムバックは、シュワルツェネッガーの代名詞となっており、訪日した際や、マスメディアへのインタビューでは、ほぼ必ず発している。ありがとうございます。